観光資源がないところにこそオリジナルの観光資源を見つけ出すことが可能だと思うんですね。面白いです、面白いです。宝物探しと全く一緒なんでね。人がこれまで培ってきた生活様式、これが文化になるんですけど、そこに星空っていうものをうまく融和させながら特徴づけていくっていうことをやっていきたいなと思ってます。日本の未来を福井の空から考える福井工業大学。